こんにちは、ちあこです、今日はですね、ちょっと変則的なんですけれども、じゃーん、バランスボールに乗っていきます。やっぱりね、毎週乗って体幹は鍛えないとダメなので、今回も乗っていきたいと思います。それではバランスボール選手権いってみよう。はい、ということでお尻さんに10分タイマー測ってもらいます。はい、尻、10分タイマー測って。はい、10分からカウントダウンします。はい、あの携帯のタイマーもかかりました。ちょっと待って、よいしょ。はい、ということで、皆さん、バレエのコンクールにどういうイメージを持たれてますか？ちょっと急なんですけど。なんかめっちゃギスギスしてるとか、こうお互いを気落とし合うみたいな、感じ、イメージ持ってありますか？はい、あのね、まあ、確かにバレエコンクールは競争の世界なので、和やかな雰囲気ではないですね。うん、で、まあみんなね、緊張感を持ってやってるので、ある程度はもうピリッと、はい、雰囲気がねピリッとしてます。で、だけど漫画にあるような、なんて言うんでしょう、トーシューズの紐を切られたりとか、衣装がこう、気づいたら練習から帰ってきたら衣装がボロボロになってたとか、そういうね、足をこう引っ張り合うようなことはないです。はい、で、まあみんなこう自分に集中しているので、こう周りのこと気にしんと、はい、自分のことだけやるっていう子がね、もうほとんどなので、まあ当たり前と思いますけど。はい、でなので、なんかそんなめっちゃもううんうんみたいな気落とし合う感じではないです。うん、まあ私もね、昔、まあ、いろんなコンクールに学生の時出てましたけど、まあ気落とす気落とさないとかはないにしろ、なんかみたいな子はいました、確かに。っていうのもコンクールのこう会場、まあいろいろあるんですけど、必ずね練習室っていうのがあるんですよ。で、その練習室大きかったらいいんですけど、めっちゃ小さいところもあるんですね。で、こういろんな部門から何百人っていうこうね、参加者がいるので、こう、ね、小さいスタジオとかやったら、まあ、大きくて もういっぱいになることあるんですけど、小さいスタジオ、小さい練習室しかなかったらもうね、大変なことになるんです。ピークの時とかなんか何も練習できひんみたいな、はい、ぐらいスペースがない時があるんですよ。はい、で、やけど、まあ、暗黙の了解みたいな感じで周りに迷惑をかけないように、まあこれ当たり前ですけどね、周りに迷惑をかけないように、こう人にできるだけ当たらないように、こうちょっと隙間ができたらいいわやみたいな感じでこう練習をするみたいな、はい、できるだけこう誰にも当たらないようにっていう感じでみんな練習するんですけど、でもね、たまに本当に、例えば進みながら回ったりする振りがいっぱいあるんですね。バリエーションの中でたくさん出てくるんですけど、で、なんか私が例えば練習してたら、なんか私に突進してくるとまではいかないですけど、私回ってくるからどいてよねみたいな感じでこう進んでくる子がいたわけですよ。そうで、私ははぁって思って、こう練習の邪魔されるのが嫌なので、私はこう当時ね、こう見て見ぬふりをして、何にも気づいてないふりして、私はこうその場から動かず練習してましたけど、たまにね、こう練習室でちょっとあまり周りの人が見えてないなっていう子はたまにいました。でも基本的にはみんなこう気を使いやってはやってたんですけど、はい、で、まあそうですね、まあ小さいことですけど、まあ、そういうことはありましたね。はい、で、
あとはね、まあ、蹴落とすとかじゃないんですけど、例えば、表彰式の時、なんかオリンピックで金銀銅をこう取ってる人ってお互いに称え合うじゃないです か、 なんかおめでとうみたいな感じで、それがね、ないかな、表彰式の時はこう、まあ、順位を呼ばれました。で、終わったら幕が閉まります。で、そしたら特にその他の入賞者の人と話すことは一切なく、自分の先生のところに行って挨拶するみたいな感じでしたね。なんか1位取ってる子におめでとうって誰かが言ってんの見たことないし、私も言ったことないですね。で、やけど、まあそれはまあ女の子の間なんですけど、男の子はまたちょっと違って、割とね、みんなフレンドリーに、はい、やってますね。なんか、前私言ったユースアメリカグランプリっていうコンクールでめっちゃ感じたんですけど、その時こう全員がね、なんか出場者全員やったかなんか舞台に上がる時があって、でそこでこうな女子で男子並んでっていうのがあったんですけどね、昔で。そこでこう男の子たち全員並んでめっちゃこう和やかにめっちゃフレンドリーやって、でだからまた、あ、これはちょっと男の子たちと女の子たちとまた違うんかなっていうのがあったんですけど、はい、なんかまあ必要以上に関わることは、なかったですね。はい。で、コンクールの、その自分の出番が始まる、10番前か15番前ぐらいから舞台袖に行けるんですよ。はい、いつでもね行けるわけじゃないんです、舞台袖に。そうで、だからまあまあ10番前ぐらいに入るんですけど、でもそこでも一切お互い喋らないです。なんか終わって出るときに頑張ってくださいねとか言うこともないし、頑張りましょうねっていうことも言うことも一切ないですね。はい。で、まあちょっと一つエピソードがあるんですけど、めっちゃ昔に出たコンクールで、友達、同じ教室の友達も出てたんですけど、その子と私の番号がめっちゃ近くって、で、まあ私の方が後だったんですけど、その子の方が先に舞台袖に入ってて、で私が後から来ました。で、まあ、ちょっと話して、でその後は話してなかったんですね。はい。でやけど、その友達が私と話したからか、その自分の出る番号っていうのを、出る番っていうのを間違えてしまったかな。でそれで自分の曲が鳴ってんのに、あ、それペザントでしたね、その子。ペザントの曲が鳴って自分の番やのにこう出そびれたっていう。はい。で私もそれに気づいてなくて、で音が鳴って一旦止まって、でそしたらその友達が私のところに来て、やばいどうしよう、私の番やったーってこうちょっとパニックになってたんですけど、でそれは飛ばされて、ま、次の、ね、方に行ってしまったんですけれども、そのあと多分2、3番、3番ぐらい後かなに、もう一回その私の友達が踊れることになったので、はい、だから大丈夫やで、安心して寝てやみたいな感じで、あそう言って、でその子もね無事に演技ができたんですけど、はい、まあね、こうまた、あ、ちょっと待って、あと1分です、頑張りましょう。まあね、あってはならないミスではあるんですけど、はい、まあね、まあ、ね、小学生ぐらいの話なので、まあそういうこともあんのかな。はい。でまあ、こんな感じでこう
無駄に必要以上に関わらないっていう感じだったんですけど、まあ、こう何回も同じコンクールに出てたら、同じコンクールにそう何回も出てる人がいて、こう顔を覚える子とかも何人かいるんですよ。あ、この子前も出てたの、あ、その前もいたなみたいな。で、まあ、当時はこう顔を見てるだけで、あ、毎回いるな、これこの子どういう子なんだなみたいな、ちょっと話したいなみたいな感じはあったんですけど、やっぱり、その当時は全く話せませんでした。そう、まあでも最近ね、そういう人たちと、あ、なりました。最近ね、そういう人たちともちょっと関わることができてね、ちょっと私は嬉しいです。はい、ということでなりました。よいしょ。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。どうでしたか？はい、でまあコンクールってこう自分だけが大変なんじゃなくって、こうめっちゃ朝早いんですね、コンクールで。だからバレエの先生も大変やし、親も大変やしっていうので、もう全員コンクール終わったらもう疲労困憊になるっていうぐらい、結構ね、精神的にも体力的にも、はい、コンクールやっぱ大変ですね。昔よく出てたなと思いますよ。もうコンクールはね、もう出たくないです。はい、ということで、今回はコンクールのお話でした。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。